本当久々の高田馬場やね。めっちゃ久々だよね。うん、しかも3人揃ってとか何年ぶりっていうレベルだよ。あ、確かにね。うん、このお店マコがさ2年ぐらい前に来たお店じゃないの。よく覚えてんね。そう、覚えてる。動画見たもん。行ってみよう。今回、横浜いきなり負けたね。俺、高校野球やってるの知らなくてさ。
認証しないよ、この Wi-Fi。 2500ってやつ。8年前ですか、台湾。そうですね。どうやったら台湾に出るんだろう、で、生命機どうやったらできるんだろう、高龍ラーメンって打てば、漢字でラーメンって打つと台湾に出た番組がやったんです。台湾でもね。2軒目は台湾人と一緒に辛いラーメン、丸ガキってやつ。あ、はい。それで、蘭丸を出して、ダンマルも同時期ぐらいだったから、ダンマルが大。はい、ということで食べてきました。ごちそうさまでした、高龍さん。マコが2年ぐらい前に行った時に食べたのと同じの食べたんでしょ。あのね、同じのなんだけど、やっぱ若干この何年かの間に薄めにアレンジを変えているということで、あと今日は麺が細めになってましたね。あ、そう。前は太麺やった。あのもうちょっとね、こう中太というか、ちょっと太みがあった。太み、太めだったんだけど、なるほど、うん、あやちゃんがあっさり、はい、そうね、味玉鶏白湯、ということだったんですけども、はい、味玉がねすごく特徴的で、中割ると黄身が少しなんていうの、灰色っぽくなってて、あれウーロン煮玉ってことで、うん、書いてあったね。そう、あれがすごく独特の味わいで、ちょっとこう食材が変わってる感じ、すごくあっさりしてて美味しかったです。自分は涼麺、冷やしあえそばっていうちょっと冷たい麺のやつを行ったんですけども、濃厚でしたよ、味が。味がすごい濃厚、でなんかパッと見より結構ガツンとくる味やったの。でね、社長さんがいらっしゃって、台湾でね、奈良県のお店をやられてるそうな。奈良県だからね、なんかいろんなタイプのやってるの話をしてくれてたね。そう、ね、なんかマコはめちゃめちゃ興味津々で、ね、あの台湾に行きたいとか言ってたんで、行きますか。行こうか。ね、パッと決めていいね。お店巡りしたいなと。行きたい。いうことでしょ。うん、そう。はい、ということでじゃあ台湾に行っていきたいと思います。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。